皆さんこんにちは。福岡大学呼吸器乳腺内分泌小児外科教授の佐藤です。私は医師として肺がん胸部外科一般をの診療を専門としております。本日は福岡大学 YouTube チャンネル学んで治そうというお題で皆様に肺がん治療、特に最近急増している小型の早期肺がんの治療について、ご紹介させていただきたいと思います。さて、日本国民の1年間にがんにかかる人の数、これを罹患数と言いますけれども、この罹患数とがんで死亡する人の数は年々増加しています。その中で赤いグラフで示していますのは肺がんです。肺がんはこの罹患数、死亡数で伸び率が高く、また現在他のがんに比べて死亡数ではトップとなっています。がんの治療を考える場合、進み具合、ここでは病気という言葉を使いますが、これが大事になってきます。一期はがんが肺の中にとどまり、リンパ節への転移もない状態です。二期はがんが少し大きくなって、またがんの近くのリンパ節に転移がある、このようなものです。これらは手術治療が主体となります。病気が進んで3期となりますと、少し離れたリンパ節への転移や近くの臓器に広がっている状態、さらに肺以外の臓器へ転移している場合は4期となります。これらの3期4期の場合は基本的に化学療法や放射線治療、これらが主体となります。ここまでのお話をさらに分かりやすく簡単にしますと、実は2センチというのが大事な数字になってきます。2センチ以下のリンパ節転移のない肺がんの場合、手術治療単独で治癒する可能性が高く、2センチ以上の大きさやリンパ節転移があったり、他の臓器への転移があったりする場合は、手術治療以外の治療の組み合わせが推奨されています。もちろんそれぞれのケースで例外もありますので、専門医にまずご相談いただく、これが大事だと思います。がん治療の基本、早期に小さいうちに完全に切除することで、治癒が十分望めて、治療期間も短く、社会復帰も早く、元気に退院していただくということが期待されるわけです。肺がんの場合においても、早期診断、早期発見が大切であり、このために検診を定期的に受ける、これが大事だと思います。では肺がんの検診ですが、どのように検診を受ければいいのでしょうか。福岡市の場合、対象者は40歳以上の市民は、非常に500円という安いお金でですね、検診を受けることができます。内容は問診、レントゲン検査、それから重喫煙者、ヘビースモーカーですね、あるいは血痰など症状のある人の場合は核痰細胞診を受けることができます。この2つを合わせても1200円ということで、場所はですね、各区の保健福祉センターなどで受けることができます。さて、通常の検診で発見される肺がんとはどのような肺がんでしょうか。これを見ていきたいと思います。このレントゲン写真、これはですね、検診で発見された肺がんの患者さんのレントゲン写真です。向かって右側、患者さんにとって左側の肺の中ぐらいのところに、淡い白い影が見えます。これが胸部の異常陰影ということで、検診でこのような影が見つかりますと、精密検査を受けましょうというご案内が来ると思います。精密検査の次の段階は CT 検査ということになります。この方の場合、CT 検査を行いますと、左側の肺の中にくっきりとした塊が発見されます。大きさは25ミリ。で、ステージは 1A3 と診断されます。この方の場合はですね、5年間の予想される生存率は 74.8% ということになりまして、手術後は
抗がん剤を投与するということが勧められます。検診やレントゲンで発見される肺がんというのは、実はある程度の大きさがないと見えないんですね。で、このように20ミリ以上であれば検診レントゲンで発見されることができるんですけれども、20ミリ以上であればですね、標準的には手術後に抗がん剤治療が推奨されるということになります。20ミリ大きさの目安ですが、皆さんお手元にある1円硬貨、これがちょうど20ミリです。50円硬貨は21ミリになりますので、50円硬貨ぐらいになってくると手術だけでは不十分と考えられて、抗がん剤治療も推奨されるということでございます。ではもっと早期、もっと小さながんの場合はどうでしょうか。この方はですね、胸部レントゲン写真では分からなくて、 CT 写真で右の肺向かって左側ですねに小さながんが発見されました。この写真だけを見てもよくお分かりにならないと思いますので、ちょっと拡大してみましょう。向かって左側、患者さんにとって右側の肺、この赤い点線で囲まれた中にぼんやりするこの塊がちょっと分かるでしょうか。これは大きさ6ミリで、 CT の上でもはっきり映ってこない、ぼんやりとしか見えないようなもの。このようなものはステージ0と診断されて、上皮内がん、実に早期の小さな肺がんということになります。このような小さな肺がんの場合、完全切除されたら5年生存率は 97% であり、しかも手術後の抗がん剤の投与は不要とされています。この方のレントゲン写真ですけれども、これは専門家が見ても見つけることができません。ではこのような小さながん、どうして見つけたらよいのでしょうか。このような小さな早期の肺がん、これを見つけてもらうには胸部 CT を撮影することが必要になります。胸部 CT、 どうやって撮影して見つけてもらうんでしょうか。一般的によく見られるのは、何らかの病気の際にですね、撮影された CT で偶然見つかるような、そういうような小さな肺がんがこのような場合に見つかります。例えば肺炎、心臓の病気で心臓を撮影した時に偶然肺の中で小さな病気が見つかった、胸部の痛みや骨折など、そのような際にですね、胸部の CT を撮った時に偶然見つかる、こういう場合に発見されることがあります。もう一つ別の方法があります。保険は適用ではないのですけれども、人間ドックで撮影してもらう、こういうことも可能です。肺がん専門の人間ドック、保険の適用はありませんけれども、いろんな医療機関で施行されております。時間は30分程度、料金は1万5000円程度で行われていることが多いようです。CT 装置があり、検診を行っている医院、病院にぜひ一度、40歳以上の方はご相談いただければと思います。福岡市内にも CT 検診が受けられる医院、病院はたくさんありますので、インターネットなどでどうぞ検索していただいて、相談なさると良いかと思います。さて、早期小型肺がんの外科治療の実際について、福岡大学で行っている治療をですね、皆さんにご紹介したいと思います。少し話は飛ぶのですけれども、大腸がん、早期の大腸がんの治療の場合をご紹介してみましょう。大腸内視鏡を使って、大腸がん、早期の大腸がん、よくポリープと言われたりするんですけれども、このようなものが見つかる場合、すぐにですね、この真ん中の赤いイチゴのような出来物のようなものですね、これが早期大腸がんなんですけれども、粘膜内にとどまる早期大腸がんの治療の場合ですね、その、ポリープの下に、食塩水などを打ち込みまして、粘膜から浮かすようにして粘膜ごとそぎ取るように取ってしまう。その後このように縫い縮めてしまえば
これでもう治療は終了と。このように非常に大腸の早期がんの場合、非常に簡便に患者さんに負担をかけずに治療することができます。しかし肺がんは少し違います。消化器がん、食道や胃、大腸と違うのはどういうところが違うのでしょうか。大腸カメラや胃カメラと同じようなものに気管支鏡というのがあって、これが人間の、あの胸の中をの見る、直接見るということができる、道具があります。これは気管支鏡なんですけども、実は気管支鏡では肺の中は見えないんですね。気管支鏡で観察できる範囲というのは、肺の中でも実は太い気管支に限られており、大部分の肺がんは気管支鏡で観察することができません。気管支鏡で観察できる対象というのは一部の進行がん、このように内腔に顔を出している進行がんであったり、表面から表面の粘膜にうっすらと見えるごく稀なですね、早期がん、このようなもののみが気管支鏡で観察できます。ですので、大腸がん、大腸カメラや、胃カメラ、食道内視鏡のように、検診で中を観察して、それでがんを見つけるというのは難しくなりますので、先ほどご紹介したように CT を取るというのが早期発見の基本になります。ではこのような小さな早期がんの場合、手術はどのようにして取ればいいのでしょうか。実は胸の中を覗いても、この早期の肺がんというのは肺表面からも観察できないのです。左側の写真のように、進行肺がんの場合は肺表面からもある程度ですね、このちょっと色が黒ずんでいる場所なんですけれども確認することができますが、この右側の早期肺がんの場合、肺表面から全く確認できません。これはなぜかと言いますと、肺というのは、このようながんもどきのような実質臓器という言葉を使うんですけれども、外側から実は何が入っているかわからないと、このような構造になっています。がんもどきも切ってみたり食べてみたいと見ないとですね、中に何が入っているかわからない、ちょうどこのような状態であります。さて、早期小型肺がんは精密にその部分だけ切除できれば、小さく切ることで治癒が期待できる、このように、考えられております。ただここで問題があります。先ほどのがんもどきのようにですね、肺の外側からどこに小さながんがあるのか、これは大腸がんや胃がん、食道がんと違って見つけるのが非常に難しいんです。でこれに私たち肺がんグループは取り組んでいます。早期小型肺がんの精密縮小手術と申します。私たちが開発しました近距離無線通信技術というものを使って、小さな肺がんを標識してですね、手術中に正確に精密に切除するという技術を私たちは持っています。近距離無線通信技術というのは皆さんお手元にお持ちだと思いますが、スゴカやハヤカ剣、ニモカ、こういうもので使われている技術です。ハヤカ剣の中には実は小さなチップがあります。このチップはアンテナ、駅に置いてある自動改札機ですね、あのアンテナとデータ通信を行って、近距離無線通信を行っています。これを利用したものに回転寿司の技術もあります。回転寿司でも実はお皿の中にチップがありまして、これがリーダーと通信することで、皿の情報を読み取って、お勘定するということになっています。私たちはこの技術を応用して小型無線発信機を利用してがんを切除しています。この白いチップ、これが小型無線発信機です。これを体の中に正確に埋め込みますと、アンテナを近づけるとその腫瘍の位置が正確に分かって精密に縮小手術ができるというものです。この技術を使って行いました手術を少しご紹介いたします。
これは80歳男性の左の肺にですね、この部分です、小さながんが見つかりました。でこの方は80歳ご高齢でもございましたけれども、小型の早期肺がんですので、できるだけ小さな範囲で、しかし正確に精密に切除することを計画いたしました。私たちの福岡大学では最新のナビゲーション手術室が使用可能です。このナビゲーション手術室を使って、がんのすぐ近くに小型発信機を、送り込んでいきます。送り込んだ後です、これががんですけど、がんのすぐそばに小型無線発信機が埋め込まれたことが分かります。この小型無線発信機と一緒に肺を切除すれば、必ずこの小さな肺がんも一緒に取れるということが確信を持って手術することができます。手術の実際の様子です。最新のハイブリッド手術室を使って画像を確認しながら手術を行っています。体の中にアンテナを入れますと、電波を受信して腫瘍の近くが分かります。で腫瘍のすぐそばにあるこの小型発信機を目当てにして、正確に精密に肺の切除術、小型の肺がんの切除術を行っています。肺はこのようにぐにゃぐにゃと変形して、場所が非常に正確に見つけるのは難しいのですけれども、この小型電波発信機のおかげで正確に間違いなく腫瘍を切除することができます。これが取った切除標本です。分かりにくいんですけれども、取ったあの切除標本のちょうど真ん中に、小さな淡い陰影が見れ、腫瘍が見られます。この腫瘍は上皮内がんと診断され、ステージ0となりますので、この方の5年生存率は 97%、ほぼこの、縮小手術40分ほどで終わるんですけれども、この縮小手術でもうこの癌は治ってしまったと言っていいんじゃないかと思います。さて、福岡大学の低侵襲肺がん手術ですけれども、低侵襲というのは患者さんに優しい、患者さんに負担をかけない、小さな傷で行う肺がん手術ということですけれども、3つの大きな取り組みを新しい取り組みをしております。1つは精密縮小手術、今ご紹介させていただきましたハイブリッド手術など最新のナビゲーション手術をナビゲーション技術を使って行う手術で、その他にもですね、ロボットを用いた正確な手術、あるいはできるだけ小さな傷で行う手術、このような手術を皆さんに提供しております。例えばですね、ロボットを使う手術の場合、ダヴィンチというロボットを使うんですけれども、このダヴィンチ非常に正確な動きを行うことができます。このダヴィンチの機械を使えば、米粒にですね、こんな肺というような字を書くこともできます。またできるだけ小さな傷で肺がん手術、これにも取り組んでおります。これは通常の開胸手術なんですけれども、かなり大きな傷で手術を行います。しかし私たちの行っている手術はロボット手術もそうですけれども、できるだけ小さな傷で患者さんに負担をかけないように行っています。傷が小さく、出血も少なく、痛みも小さい、
痛みも少ない。機能も筋肉もあまり切りませんので、機能も温存できる。社会復帰も早い。このような手術を行っています。一番小さな傷ですと4センチの傷で肺がん手術を行っています。4センチの傷でありましても、体の中に高精細の高性能な内視鏡を入れて手術を行いますので、このように正確に安全に手術を行うことができます。この方は私たちの一番小さな傷4センチで肺がんの手術をした方ですけれども、手術の翌日こんなにお元気な姿を見せてくださいまして、一瞬間後に元気に退院していただきました。以上、福岡大学の肺がん手術について、ご紹介してまいりました。私たちは小さな肺がんを精密正確に切除します。外来受診から診断治療まで迅速に対応します。早期退院、社会復帰も支援しております。私たちの、できるだけ迅速に外来も含めた対応する取り組みの一つとしまして、ホットラインというのを始めております。インターネットで私たちのホームページを検索していただきますと、肺がんホットラインの電話番号が出てまいりますので、こちら平日ですね、9時から5時の間、お電話いただきましたら、誰かドクターがですね、対応いたしますので、できるだけ早く外来受診、それから治療開始、そして治療後の社会復帰を支援する仕組みを作っておりますので、どうぞご利用ください。ご視聴ありがとうございました。